スタートしました。ばらついたスタートです。コーダッシュは9番レオエンプレス、レオエンプレスが先手を取ります。リードが1馬身、2番手は6番のサフランヒーロー、これをかわしてタイムレスブルーム2番手に上がりました。あとは外に8番アクアファーストが3番手集団、一気に1番スピリットガイドも上がっていって今3番手に取り付いてきました。その後には中段の前に3番のリケアリラがいます。3コーナーを迎えます。あとは3馬身差2頭、内2番のアフロマン、外7番パイナップルソーダ、第3コーナーをカーブしていきます。その後は4馬身と開いて後方の2頭は外4番ネイルンの、内には5番のイサチル糸結びです。3、4コーナー中間を通過、先頭9番のレオエンプレス、リードが半馬身、残り 400m を通過、10番のタイムレスブルームが2番手、第4コーナーをカーブ、内からは6番サフランヒーロー、外を回る1番のスピリットガイド、直線コースに向かって、さあ先頭は9番のレオエンプレス、残り200を通過した、内から差を詰めてくる6番のサフランヒーローです。3番手は1番スピリットガイド、さあ先頭9番レオエンプレス、2番手は6番のサフランヒーロー、レオエンプレスゴールイン、デビュー勝ち。2番手6番サフランヒーロー、そして最後3番手に8番のアクアファースト、離された3番手ですが3番手に優先。